抽選をしていただく皆さんに登場していただきます。どうぞステージにお願いします。はい、可愛らしい皆さんに登場していただきましたが、もうすでに決まってるんですね。一の位、十の位、百の位、千の位ってあります。顔が見えないのでちょっと前に出てもらっていいですか。可愛いお顔を皆さんに見せてください。お願いします。じゃあ簡単にお名前と年齢聞きましょうね。はい、お名前と年齢をお願いします。夏永夏美です。7歳です。はい、ありがとうございます。夏美嬢で7歳です。ありがとう。そしてお名前言えますか。お願いします。私は鬼塚香音です。6歳です。はい、ありがとうございます。さあ、そして唯一国一点男の子です。お名前とお年を教えてください。樋口匠です。4歳です。4歳ですか、可愛らしいですね。さあ、じゃあ今から抽選会を始めます。皆さんお手伝いお願いいたします。どうぞ皆様大きな拍手いただけますでしょうか。お願いいたします。はい、それでは、はい、持ち場に移してください。お願いします。はい、箱の後ろに届きますか。皆さん届きますか。大丈夫大丈夫。はい、じゃあ手伝いながら行きましょうね。さあ、それでは、ただいまより抽選会を始めてまいりますが、はい、その前に、皆様にご案内させていただきます。2等から5等につきましてはこの会場内で引き換えをお願いいたします。そして1等に限り8月20日から9月14日の平日10時から14時、商業事務所にて交換をいたします。どうぞお電話をしてお出かけください。そして、本日皆様に当たりましたお買い物をお楽しみ券なんですが、今宿東京加盟店でのお買い物にご利用できます。そして、そのお楽しみ券は祭り今宿この会場の出店でも使えますので、どうぞご利用ください。さあ、それでは、はい、前にはちゃんと、はい、番号を書いていただくお兄さんにも登場していただいておりますので、こちらも合わせてご覧ください。さあ、パフミイカが登場いたしました。大きくなりました。ありがとうございます。さあ、それではまず5等です。こちらは500円券となります。400本、400名の方に大当たりとなります。下2桁になります。それではお願いいたします。はい、まず1の位からお願いします。はい、何番でしょうか。はい、4番です。さあ、そして10の位は何でしょうか。8番です。84番です。はい、会場内で当たった方は大きく手を挙げていただけますでしょうか。はい、よろしくお願いいたします。それではもう一度引いてもらっていいですか。はい、1の位は何番ですか。お願いします。もう一度引いてもらっていいですか。はい、ぐる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 かき混ぜてお願いします。はい、9番です。そして10の位はもう一回引いてもらっていいですか。はい、ありがとうございます。6番です。69番です。前にも、書かせていただいておりますのでご確認をお願いいたします。あ、以上、はい、5等の方500円なんですが、はい、もう一度申し上げますね。84番、69番です。さあ、それでは続きまして4等なんと1000円になります。さあ、それでは、下2桁になります。さあ、それでは2回引いていただきましょう。はい、まず1の位からお
しいね。はい、何番でしょうか。5番です。5番です。はい、そして10の位は何番でしょうか。はい、ありがとうございます。6番です。6番です。どうぞ皆様、抽選券、お買い物、お楽しみ券の抽選券番号どうぞお確かめください。はい、いよいよ100の位登場です。はい、あ、なるだけ見ないように見てもらっていいですか。お願いします。難しいね。はい、何番でしょうか。0番。0番です。はい、さあそれではもう一度、はい、でぐる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 してくださいね。それではもう一度聞いてもらえますか。はい、4等です。はい、まず1の位。5番です。5番です。会場内で当たった方、どうぞ手を挙げてアピールをお願いいたします。はい、それでは10の位お願いします。5番です。以前コント55号って言いましたね。関係ないです。はい、100の位は何番でしょうか。1番です。1番です。さあそれでは、はい、はい、皆様ご覧いただけると分かると思いますが、4等1000円は155番155、そして065、以上となっております。当たった方は手を挙げてアピールをお願いいたします。さあ、ただいま4等を抽選させていただきました。40本となります。それではいよいよ3等3000円となります。大きいですね。さあ、こちらは20本となっております。それでは、下を見せた1回引いてもらいます。それではまず1人くらいお願いします。はい、ラッキーセブン7番です。7番です。はい、そして10の位。忙しいね。はい、5番です。5番です。さあ、そして100の位は何番でしょうか。はい、3番です。3番です。さあ、そして混ぜ混ぜしてくださいね。はい、それでは、ただいま抽選をいたしました。はい、こちら3等ですね。はい、3等の3000円は357番、357番となっております。おめでとうございます。まだ会場内に当たられた方はいらっしゃいませんか。さあ、それでは続きまして、風が強いですね。はい、いよいよ2等1万円となります。さあ、こちらは1回抽選をしていただきますが、いよいよ1000の位も登場しますよ。ちょっと待ってくださいね。はい、それでは1の位からお願いいたします。2本となっております。1万円です。0番。当たってる方いらっしゃいませんか。多分いらっしゃいますね。0番。はい、そして10の位です。6番。6番です。はい、そして100の位。ぐる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 回してもらっていいですか。お願いします。はい、ありがとう。これは何番でしょうか。9番です。9番です。さあ、いよいよ1000の位登場です。さあ、何番でしょうか。はい、聞いてください。一つお願いします。はい、いよいよ1000の位。はい、5番。5番です。さあ、1万円、2等
党の方なんですが、はい、共通になります5960-5960番となりました。おめでとうございます。会場内にはいらっしゃいませんか？いらっしゃらないようです。さあ、それではいよいよ、いくら止まりますか？5万円です。5万円2本となっております。さあ、それでは4桁引いてもらいましょうね。まず1の位お願いします。8番です。反応がないですね。さあ、それでは10の位、1番です。これ、この下、下2桁当たった方いらっしゃいますか？あ、いらっしゃいました。さあ、それでは100の位は何番でしょうか？8番です。どうでした、お兄ちゃん？ダメ？あ、残念でした。さあ、それではいよいよ1000の位です。お願いします。8番です。会場内で当たられた方いらっしゃいますでしょうか？はい、それでは1等10万円2本となります。8818番。はい、1等は8818番、 AB 組共通となります。おめでとうございます。会場内で当たられた方いらっしゃらないみたいですね。後ほど本部の前にも掲示させていただきますので、どうぞ2等から5等までの皆様はこの会場内でお引き換えをお願いいたします。さあ、それではお手伝いをいただきました、とても可愛らしい皆さんに今一度大きな拍手いただけますでしょうか？本当にありがとうございました。暑い中でのお手伝いありがとう。はい、後でお礼がありますからどうぞ、はい、お願いいたします。本当にありがとうございました。どうもありがとうございました。とっても可愛らしい皆さんにお手伝いをいただきました。抽選会お楽しみいただけましたでしょうか？先ほどご紹介をさせていただきましたように、1等に限りまして8月20日から9月14日の平日10時から14時、商標事務所にて交換をいたします。その際は電話してお出かけいただきますようお願いいたします。そして、ただいま、当たられましたお買い物を楽しみ券は2月東京家電店でのお買い物にご利用できます。そして、そのお楽しみ券は祭り今宿当会場の、出店でも使えますので、どうぞ皆様ご利用いただきますようお願いいたします。さあ、それではこちらのステージは5時50分から、こちらのステージ、楽しいステージが始まります。どうぞ5時50分になりましたら皆様ステージの前へとお集まりいただきますようお願いいたします。
で緩むんだね。はい、入れるよ。ありがとう。毎度ありがとうございます。ありがとう。ごめんね、忙しかったろ。メールしとけ、チケットの。なんか電話はないだろ。あ、そのチケットの。写真撮ってから一応しとけ。ちょっと確認してみて。iPhone の方に。はい、はい。5年生は5月の運動会で伝統のソーラン節を踊っています。
今年も6年生から目ほどきを受けた今宿総乱節を元気舞い踊りたくさんの拍手をいただきました。納涼花火大会もここ数年5年生が出演させていただいております。今年の5年生も先輩たちに負けない元気者です。見ている人にも元気が伝わるよう頑張りますということです。さあ、そしてたくさんの皆さん来ていただいてますので、どうぞ前の方開けていただいてよろしいでしょうか。はい、元気いっぱいに今宿総乱節を踊ってもらいます。どうぞ楽しいステージが始まります。会場内の皆さん、ステージの前へとお集まりいただきますようお願いいたします。鯉のぼりの反旗を着ました今宿小学校の皆さん、有名ですね。お母さん方の手作りだと伺っております。さあ、この風にも負けないように精一杯元気に踊っていただきましょう。マスタンバイはどうでしょうか。
中継行ってきます。どうぞ皆さんに今一度大きな拍手いただけますでしょうか。ありがとうございました。げんちゃんちょっとここ座っとっちゃ、ちょっと中継行ってくるってどんな感じにするか。どうもありがとうございました。大きなステージがさらに続いてまいりますが、皆様にご案内申し上げます。会場内中央に、ゴミ箱をご準備しております。どうぞ皆様、ゴミ箱の方へゴミはおいでいただきますよう、皆様のご協力をお願いいたします。さあ、それでは続いてのとても可愛らしい皆様ご紹介させていただきます。ヘルシーサークル3人の皆さんです。可愛らしい衣装で登場していただいております、ヘルシーサークル3人の皆さん、ご紹介です。